どうも、山田喜朗です。最近はチャリティーショップロイダッツの話題が多いんですけど、これまたロイダッツの企画の一部として、チャリティーショップの魅力について話を聞いてみようっていう、そんなシリーズがあります。で、そのシリーズの中で、玉島の大月さんにも話を聞きました。このチャンネルの1週間ぐらい前ですね、に大月さんに話を聞いてるんですけど、実はその話っていうのは今回、共有するそのロイダッツチャリティーショップの魅力っていう、チャリティーショップの魅力について語ってもらった後に話をした内容が、このチャンネルではすでに紹介をされています。で、まあその前に喋っていたチャリティーショップの魅力についてっていうのは、ロイダッツ側でね、ロイダッツ側で配信することになっていたので、僕のチャンネルでは紹介しなくてもいいかなと思ってたんですけど、結構いい話が聞けたんですよ。面白かったので、ロイダッツチャリティーショップでも配信するんですけど、僕の YouTube チャンネルでもちょっと入れておいたらどうかななんて思って、でロイダッツやっているメンバーたちと話をして、じゃあもうぜひ山崎の YouTube チャンネルの方でも大月さんとの対話を配信したらどうだということになりました。なので今日はロイダッツでの対話ですね、チャリティーショップの楽しみ方のような話をちょっとこの後聞いていただこうと思います。大月さんがですね、チャリティーショップ行って帰ってくるとホテルの部屋にね、自分が買ってきたものを並べて写真撮ったりしてるって聞いて、それ実は全く同じことやってたんですよ。僕もやってたと思って、で僕はさらにですね、買ってきたものを並べて写真も撮るんだけど、一つずつの写真撮って、でそれはどこでいくらで買ったかっていうようなことも書き込んで、それをですね Facebook グループっていうのに上げてました。このグループはですねひっそり作ってたので、あんまり知られてないグループなんですよ。で、仕事場っていう名前のグループで、なんで仕事場かっていう感じですけど、買ってきたものとか自分が手作りで作ったものとかをそこにこうどん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 置いていっては何か書き込んでいくっていうような、そんな Facebook グループがあります。なので、最近ちょっと更新してないというのは、海外行ってないので、海外行けてないのでチャリティーショップで買うものも全然ないということで、仕事場は全然更新されてないことになっちゃってるんですが、またいずれですね、海外行ったり物を買ったりしたら、その仕事場に一個ずつアップしていきたいなとは思ってます。またさらに Facebook グループじゃなくて、ノートですね、ブログサイトのノートに僕がチャリティーショップで買ったものっていう記事を作って、そこにどんどんこう増やしていくっていうのもいいかなと思いましたね。スクロールしていくと、ずっとこう自分がチャリティーショップで買ったものだけがどん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 こう並んでいるページみたいなのを作る、そんなことやってみたいなと思ってます。まあそれ以外にも、自分がその陶芸で作ったものに対する思いとかがこうずっと並んでいるっていうページも、そういうノートで作ってもいいなと思ってますし、コミュニティデザインに関する記事がずっと並んでいるっていうページを作ってもいいだろうし、まあそれぞれテーマごとにこう作っていって、将来的にはなんかこうコミュニティデザイン博物館みたいになるといいなと思ってですね、そのいろんなノートのページが各博物館のこの部屋みたいになっていてですね、でここへ入っていったらこれに関する展示物がずっと並んでますよっていう、で時代を追ってだん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 こうそれが足されていくっていうね、でこっち行くとコミュニティデザインの時に着てた服とかがずっと並んでますよみたいなページがあってもいいでしょうね。それはそういう部屋ですね。でまた別の部屋行くと、どうだろう、山崎が生まれてから死ぬまでのこの記録みたいなの、興味がある人はその部屋入ってもらって見てもらってもいいですしね、あるいは別の部屋ではコミュニティデザインのその現場でワークショップに来てくれていた人たちにこう聞いた話とか、その人たちからもらったものとかがずっとこう並べてあるような部屋があってもいいと思います。今はね、もう博物館を具体的に建てなくても、全国の人たちが見に来てくれる博物館的なサイトを作っちゃうということでいいような気がしてるんですね。でそこになんかちょっとに日本語と英語とね、両方入れられればバイリンガルというか、世界の方々に訪れていただいても見ることができるページになりそうですので、これはちょっと壮大ですけどね、コミュニティデザインミュージアムみたいなものを将来作れたらいいなと思っていて、そのミュージアムの一室には
なんでかわからないけど山崎亮がチャリティーショップで買ったものみたいな部屋があってもいいんじゃないかなというふうに思ったりもしてます。ということでちょっとその仕事場のグループの、URL は説明欄に入れておこうかなというふうに思いますが、じゃあまずですね、大月さんとのチャリティーショップ談義をご覧ください。はい、じゃあどうもこんにちは、山崎亮です。大月ひろこです。今日は、はい、大月さんの拠点までやってまいりました。これね、なぜか、はい、ロイダッツチャリティーショップで、まあ大月さんはもうお手本みたいな活動を長くされてるから。で実際はこのねロイダッツのやつは、はい、オンラインで結構こう話をするんですね。でそのオンラインで撮影したやつを、うん、会場で流したりとかっていうことになってるんですが、はい、今回はもう僕は行きたいと現場に行きたいなと言って、はい、岡山県倉敷市玉島、はいはい、昔は玉島市だった。そうなんです。で合併しました。合併して、はい、玉島というところに地域にあるんですけれども、はい、でそこで、まあ、大月さん、そうだ、軽くじゃあ自己紹介をしておいていただきましょうか。はい、はい大月ひろこです。この玉島で生まれ育ったんですけれども、大学が美大だったもんですから、その後、東京の美術館の学芸員を7年ほどした後に美術館とか博物館を作る仕事をしばらく続けておりました。でその後、まあ、いろんな美術館の研究員やったり、あるいは、チルデンズミュージアムを作ってそこの運営をやったり、そんなことをしたり、あるいは、まあ、ワークショップ系のお仕事をしたりとかして、を続けておりました。で、震災があった後、うん、この玉島に、実家に戻ってきて、うん、そこを、まあ、廃材を、地域の廃材を、まあ分類整理して、新たなものにこう作り変えたりするような、そういう実験をする場所が欲しいなというふうに思っていたことと、それから、まあ親が残した、土地とか、まあ、ボロボロの建物とかをなんか新しい切り口で活用できないかなと思って、そういったことをちょっとやってみようかなと思って、うん、ここ8年ぐらい、活動を続けています。すごい場所を作った、はい、今その一つの場所ですけどね、今おっしゃったご謙遜を含め親が残したボロボロのっておっしゃってましたが、いやボロボロじゃないですよ、これめちゃめちゃ今綺麗な状態になっていて、これ上にはほらいろんな色の、そうですね、工場からもう色んなね、はい、からああいうその廃棄されるようなものとかを集めて、うん、でそれをクリエイティブにこう活用してもらう拠点のような場所。そういうことです。そういうどういう活用ができるかっていうような、うん、実験をしたり、うん、あるいは分類整理をどうやったらうまくできるかっていう、うん、そういう実験をしたり、あるいはその作ただ物を作るだけじゃなくて、うん、そのどう集めるか、はいはい、でそれでどう作るか、うん、でそれをどう手渡すかとかっていう、それを一つのちっちゃなこう循環みたいなことをどう作っていけばいいのかっていうことを考えたり、はい、実行したりしながら、うん、まあ、こうノウハウを蓄積していきたいなと思ってる場所です。なるほど、はい、今風に言うとサーキュラーエコノミーの拠点みたいな感じになってるね。まあ、今風に言えばそうかもしれないですけどなんかチクチクとなんかできる範囲で、実験してみてます。そこがね、僕らがやってるチャリティーショップのお手本になるようなところで、うん、まさにどう集め、うん、でどう分類し、そうですね、でどう商品化したり、うん、どう手渡していくかでしょ、うんうん、それをこう、まあ、ここ本当約10年ぐらいかけてこういう場所をずっとやってきてるわけだから、はい、チャリティーショッププロジェクトロイダッツの、はい、まあ、参考になるようなことをね、はい、いろいろと教えてもらえるんじゃないかと思って以前大月さんにチャリティーショップっていうのやってるんですよって言ったら、
私も好きなんですって言ってたじゃないですか。そうなんです、大好きです。結構行かれるんですね。20年選手です。あ、もう僕より長いもん。僕だから2010年ぐらいからですよ。はい、あのようやく好きになったのが10年ぐらい。はい、だけど20年ぐらいもう、はい、そうですね。セレクショップ、はい、行っております。はい、各地行くとやっぱりつい行っちゃいます。それは一緒だ、はい、つい行っちゃいますよね、はい、います何がいいんですか、あとの楽しい、あのね、私は特に、うん、あ、そうね、あの特に海外行った時には、うん、あのそこの国の人の暮らしと文化が分かることがすごく楽しくて、そうだそうだ、で、なんでしょうね、服とかも、まあ、面白いとは思うんですけれども、あの生活の私台所周りの、あのものが結構好きで、あの夜間とか、はいはいはい、あとはかりとか、はかりとか、うん、これないこんな形の夜間があるんだとか、こんな形のはかりでも全然違うんですよ。確かに本当にいろんな形のはかりがあって、うん、そこにすごい文化とか知恵とかをこう感じれて、もう見るだけでも嬉しいし、ちょっと自分でもこれ使ってみたいなと思ったりとかするので、同行した人なんかが「えっ、やかん持って帰るの?」とか言われるんですけど、ほうきとかね、やかんとかね、なんかそんなもの好きなんですけど、なんかつい、目でたり、実際に使ってみたり、持って帰ったら使ってみたりとか。しますね。おー、そうか、はいはい、チャリティーショップは確かにね、うん、その地域の方々が寄付してくれるので、うん、本当に地域性が出ますよね。そう、なんか海外旅行行って、うん、お土産屋さんとか行くと、うん、気取ってるじゃないですか。そうそうそう、それでバンコクの人たちに受けそうなデザインとかになってきて、うんうんうん、こっちはすり寄ってる感じがするので、うんうん、僕なんかもちょっとこう天の弱だから、うん、デザイナーとしてそれはいらないんだよとか思っちゃうんですけど、うんうんうん、もうなんかチャリティーショップに置いてあるものって、うん、そのままだから、うん、むしろそっちが欲しくなるし、応援して値段が安い。安い。ねえ、うん、あれはいいですよね。そうなんです。それで、あの、なんだろうな、新しいものじゃなくて、もう生活の中でおばあちゃんが使っててもこれはいらないわみたいな、そういったものにすごい生活の知恵とか、あの、なんだろう、結構博物館級、資料館級のものが結構混ざったりとかしてるんですよね。そうか。で、そういったものに巡り合ったりして、別にそれをコレクションしてるわけではないんだけども、やっぱりよく見ると美しかったりとか、なんかこう工夫があったりとかするので、そういうものは見逃せないんですよね。今目の前にありますね、これ、はい、これは、はい、やかんでございます。噂のこれはフィンランドで、フィンランドなんだ、はい、で、このやかんを買った後、しばらくしてフィンランドの私立の博物館に行きました。これ全く同じものが、そのおばあちゃんの部屋みたいなこの展示室に置いてあります。あった、いや、すごいの見つけたな。でもそういうもんなんですよ、結構。まあ、そうか、うん、あと、なんかすごく面白かったのが、なんかこう、リボンっていうか、テープみたいな、こう、輪っかみたいな、こう、なんていうかな、ものがあって、上にこう、輪がついてて、何かに引っ掛けて、ここのところが、こう、あの布がたわんでるみたいな、そういったものが、いくつかチャリティーショップにあったんですよ。あれ、何に使うのかな、何なんだろうなって思って、その利用方法が分かんなかったね。ただそこのやっぱり博物館に行ったら、お盆をかける、お盆をかけるための道具だった。ああ、こうやって使うもんなんだみたいな。今はそういったものをその生活の中では使ってないけれども、そういうものがね、結構転がったりしてて、そのなんかその国の暮らしをこう考えるとか、想像するのがすごい楽しくていいなっていうふうに思ったりします。あと、こういう形の、それは円盤みたいになってますが、うん、これは、はい、はかりでございます。はかりなんだ、うん、はかりもいろんな形があってすごく面白いですでしかしこれをチャリティーショップで見つけて、うん、やったーって買うわって言ってた友達、どういう顔して見てるわけですか、それを。だんだん伝染して、その友達も一つ買ったりして
伝染します。私が綺麗な形でしょとかって、私一つしか買わないけど、うん、これも綺麗綺麗よねとかって言ったら買おうかなって。そうそう、あ、いい旅だな。でもそれは、そうそう、実際この夜間使ってるんですか？使いますよ。あ、使うんだ。はかりも？そうそう、はかりも使ってます。これもよくできてて、ここに合わせてこうやればいいね。あ、そっか。これがこう動くのは、だから、そういうことか。うん、ここに、重さがこうあって、ここのとこに合わせてやれば、ここでまたプラスした重さが。すごい。すごい。そう、いいでしょ？いいな。すごくアナログでしょ？あ、なるほどね。よくできてるんですよ。このメモリが、はい、動くんです。ここがこういうふうにね。だから風体がね、ちゃんと取れるの。この例えば、うん、容器を上に乗っけて、うん、でこの容器の中にですね、何か足を入れようとする場合は、まず先にだからこれをでここでゼロ、この状態でゼロに持っていっておいて、で塩とか砂糖とかを入れたら、そうそうそう、重さが分かると。はい、うまいことできてる。そうなんですよ。もうこういうのに出会うとね、しびれちゃう。形も綺麗じゃないですか。確かにね。すごく。そうか。で、今容器に使った、これはもう綺麗といえば、もう完全に普通に綺麗ですね。うん、もう、何が通ってことないけど、ちゃんと面があってて、うん、金属と木が。きちんとこう仕事されてやっていいなって。これはもう僕みたいな素人でも分かる。綺麗そうやな。綺麗。あ、ちょっとだけテーパーがついてるね、これ。あ、そうですね。微妙にね、綺麗な仕事ですよね。綺麗な仕事ですよ。なるほど。そしてあと大体ね、こういうものはチャリティーショップの、うん、どれでも 0.25 ユーロで1ユーロ板のところ、だから50円とか30円とかで売ってるやつだ。そうそう、そういうところあさるのも大好きなんで。これいい顔してるな、こいつ。こういう子を救ってあげるのもちょっと私の楽しみなんです。そう、熊もうすごい大切にされてたんだと思うんですけど、まあそうですね、これね、主がいなくなって、そう、おもろいな。だからきっとこれなんかもちゃんと連結してやってたような、磁石ですかね、そこだと思います。そういう単なるおもちゃの車だったりしますけ ど、あと台所系だとこうグレーダーね。あ、うん、そうですね。これもね、もう一般的ですけど、今こんなでかいのみんな使わないですよね。確かにそうだな。うん、でもまあいろいろスライスできたりとか、細かく使ったり大きかったりっていうので、うん、ちょっと使ってみようかなと思って元気です。割とやっぱり台所用品もね、面白いですね、これね。うん、なるほど、ね。はい、僕今日着てる T シャツも、これアメリカで買ったんですよ。そうなんですか。だいたいこうパッとね、日本でこういう T シャツ着ても横文字だとなんかあんまりね、うん、見ないんですけど、うんうん、よく見ると、うん、都市計画家って書いてあるんですよね。そんなやついないぜっていう、日本でアーバンプランナー。あ、そうか。都市計画家って書いた T シャツ着ないけど、僕これ新幹線乗ってここまで来て、うん、でこれね、実は僕、うん、その前にですね、うん、ヒアリングに行ってたんですよ、ここのチームに。ですね、ブラウンズビルっていうニューヨークの地域があって、うん、で割と低所得者が多いところに NPO が入ってきて街づくりをやってたんですね。その街づくりの人たちが年に1回希望のサミット、ホープサミットっていうのをやることになっていて、でこれ第3回目の時のホープサミットの時作っている T シャツなんですね。ここにホープって書いてあるんですけど、それに出会ったの、この T シャツに出会ったんですよ。わー、それは買っちゃいますね。びっくりして、それしかも前日にここの団体の NPO にヒアリングをして、ホープっていうのやってんですよとか言って、そこには各種専門家が来て、地域住民が来て、年に1回次にこの街をどうするかっていうワークショップをやってましたねってメモしながら、なるほどいいですねとか言って、でその日ではなかったんですけど、翌日街行く時にちょっとうちのスタッフたちとバラバラになって、俺ちょっとチャリティーショップいつものとき行ってくるからとか言って行って、もうこうパーって見てたんですね。オレンジ色あって、オレンジってうちのスタジオエルのテーマカラーじゃんと思ってパッて見たら、アーバンプランナーって書いてあって、うわこんなあるじゃんと思って僕見たら、ブランズビルって書いてあって、ホープって書いてあって、これ昨日聞いたはずですかと思って、
でそれですごくよく分かったんですけど、うん、多分ですけどね、うんうん、そのサミットの時に、うんうんうん、都市計画担当の人はこれを着て、うんうんうん、多分他に法律家とか、うんうん、多分ね会計士とかこういうの書いてきてるんじゃないかと思うんですよね。想像ですけど、いいですね、分かりやすくて。そうだからその住民の人たち来たら都市計画関係のことを聞きたくなったらその都市計画って書いてある人のところに行ってこれスタッフ T シャツなんだと思うんですけど、その第3回ホープサミット終わったらもういらないじゃないですか、都市計画が、うんうん、ずっとね、行かない行かない、しかも向こうだとこれ読めちゃうので、うんうん、普通に、だからもうチャリティーショップにこれ寄付するものの中にこれが入ってたんだと思うんですけど、今もう第12回とかになっちゃってるので3回目の時のまあ新幹線乗ってきても全然誰にも聞こえないお前都市計画家でなんだとか言われない、アーバンなんとかって書いてあったらまあまあそういう T シャツあるかなみたいなね、アーバンな感じねと思って、あ、そういうことなんですね。もう今日はチャリティーショップの話するからこれ着てくれようと思ってだからもうでもお疲れもちゃんと用意してる、はい、なんか何買ってたかなと思っていろいろあったと思うんですけど、ちょっとすぐ近くにあったもんで、あ、これ買ったわあれ買ったわって思い出したので、またでもあれですね、うん、チャリティーショップで買うものもそれぞれの主体に、うん、ね、ある色があるの、特徴がありますね。だから私あの旅が終わった時に、はい、あの今回のその旅で買ったもの、まあ、ほぼほぼチャリティーショップなので飲みの市とチャリティーショップなんですけど、はい、そこで買ったものを全部あのカメラに収めるんですよ。で集合したものをワンカット、はい、それ1個ずつ撮ったのであとメモを書いて、メモまでは入れてないからもうちょっとねそこはあれなんですけどでそれをその一緒に行った友達なんかと交換したりする。なるほど。するとやっぱりその人らしさがすごくそこに、うん、で物を選ぶっていうのは注意するっていうのもその人のなんか本当に感覚が全部出てるので、はいはいはい、その人らしさがすごい集約されてる感じでそれを見るのも楽しい。なるほど、うん、すっごく楽しいです。人が買ったものを見返すのもすごく楽しい。なんかだから、うん、まあ、コロナ明けたらでしょうけど、うん、例えばちょっとこうこの人面白いなって思う人たち5人とか10人ぐらいで、うん、チャリティーショップがとても面白い国までまず旅行に行く、それで買ったやつをみんな写真撮って、うん、でノートとかあるいは本に一冊まとめてもいいけど、やっぱりなぜ買ったかとかを書いていくと、うん、すっごい人柄出ますよねきっとね。すっごく出ます。面白い本ができるかもしれない、うんうん、ああなるほど。すごい面白いと思います。やっぱりね、で一緒に何人かであの前はフィンランドに行ったりとかソウルに行ったりとかそういうあのクリエイティブリユース系のツアーでツアーを作って仲間と現地集合現地解散でやったりとかしたことがあるんですけど、うんうん、その時にみんなが買うじゃないですか、うん、なんかそれぞれの本当に個性出てて、うん、で探してる時もあこれあの人が喜ぶじゃないかなるほど、ねえねえねえそれやるやるでしょ、やるやる、うん、つい呼んじゃうの。だって自分のじゃないのに指にかからないぐらい肩持ちながらこっちは自分のやつを探してるやつ自分がいてでぐーっと回ってきた時あいたお前のはねこれとか余計なお世話だよって思うよね。でもなんかそういう風に言いたくなるような なんかものってあるんですよね。あるでそれも楽しいの、ね、やっぱり一緒に行くと言ってもね、うん、向こうに負担がかからないぐらいの金額なんですよ。この指にかかってる T シャツが300円とかだから、うんうん、お前のこれって渡した T シャツが1万5000円とかだとあ、やるんですね、いいですねでもとかなるけど300円の T シャツだから、うんうん、あのいらなければ本当にいらないし、うんうん、いるなら、うん、あのあ3ドルですかじゃあ買いますになるから、うんうん、チャリティーショップって本当に進めたくなりますね、うん、なる。本当に面白いです。それじゃあ今回のロイダッツでも、うん、友達同士で来てもらって、うん、で自分たちが撮ったやつを写真撮って交換するとかやってもらうといいですよね。楽しいと思います。ロイダッツのホームページというかそういうサイトを作っといてもいいのかも。あのもうみんなが自由に載っけられるような場所っていうのを作っといてね、そこに何買いましたかみたいなダンプしてもらったら面白いかもしれない。何点かあると雰囲気分かるじゃないですか、うん、1点だとなんか分かりづらくないんだけど5、6点とか10点ぐらい集まるともうその人そのものの感じがこう色濃く立ち上がってくる。ロイダッツチャリティーショップの端っこに写真撮る場所を作っておくといいかもしれないですね。あのいいですね。レジで何かやる前にパパパってやって、うん、カシャッと写真撮る全部置いてから撮るとか、ね、うんうん、撮るとかね。あいいですね。あそれは、うん、あだからうちがもう自分、うん、あのレジに立ってる人たちをまず撮らせてもらえばいいんだね、レジ通す前にこれですね、うんうん、だけどなんか可愛く置きたいじゃないですか。あ確かに、ね、めっちゃ時間かかりそうだなじゃあなんか
やっぱりあの買った人にやってもらった方がいいかもしれない。確かにね、確かにそうですね、はい、可愛く置いて写真を撮って、うんうん、でその人にアップしといてもらいますっていうね、はい、いいと思います。あ、いいかも、うん、なるほどね。チャリティーショップは確かに、うん、楽しいです。あとね、チャリティーショップで、うんうん、あの手芸の途中のものがあったりとかそういうの結構ね、心惹かれるんですよ。惹かれますか？はい、それだからそれなんだろう、マフラーみたいなのとか途中まで、途中まで、ああここから先できなかったのねとか刺繍を途中までしたけれども挫折したみたいなとかねそういうのもな、なんかこう心惹かれるですよ。ああ、うん、ノルウェーだったらノルウェーの方、おばあちゃんかなりが途中までやったやつだなと。ああ、それはもう視点になかったな。そういうことね、手芸の途中で。でもそういうのを見た仲間が、うん、そこからなんか火がついてものづくりを始めちゃったりするんですよ。やっぱりなんか日頃そういうもの日常の生活の中で見ないじゃないですか。人がもうなんか手芸やったりとかものづくりする途中のものがちょっとほっぽってあったりとかってするのを。あらっていうふうに思ったりすることが普通今生活してる中でないけども、ね、うん、そのチャリティーショップに行ったらそういうものがちょっと置いてあったりとかまあね、あの、なんで寄付したのそれだからそれがなんかこう、こう作りたいっていう気持ちにこう火をつけてくれて、そこからものづくり始まった人もいるので、そういうこと、なんか面白いですよね。お笑い、確かに、うん、おもろいんだけど、うん、今度ですね、チャリティーショップやる側としてはですよ、はいはい、すごいいっぱい寄付していただけちゃうんですよね。あれをどうやってこの分類してね、そうですよね、どうやってこう陳列して、そうですよね、でもうまいことやられてるじゃないですかここは。いやどうやってやってるんですか？いやそんなに上手にはまだできてないと思うんですけれども、あのこのラボが今ありますけど、2軒先は、はい、2軒隣は、うん、揚げもらという、揚げたりもらったりするような、揚げたりもらったりする揚げもら、うん、はい、というスペースがあります、うん、で私が運営してるわけではなくて、運営は、アーティストの、 あのカップルが運営してくれてるんですけれども、うん、そこは本当にもうフルトークの免許を持ってる人なんですよ。で、いくらものがあってもくじけないタイプの2人なので、それは強いな。もうガンガンこう受け取っては、うんうん、まあ、並べ替えたりして、うん、で、まあ、常時だんだん増えてはいますけれども、まあ、いい感じにこう片付けたりもしてる状況ではあります。でもやっぱり、なんだろうな、種類、ここに行けばこの辺りのものがあるかなとか、グルーピングは一応はしてありますね。あ、うん、で、あの私が担当しているところは、あのマテリアルライブラリーって言って、そこは商品ではなくて端材とか廃材がメインのところで、うん、そこはあのかなり細かく分類をしておいてます、うん、でプラスあの布系とか毛と毛とかぬいぐるみ系っていう風になってます、うん、でお互いにですね、あの入ってきたものを、あ、これはマテリアルライブラリー用だなとか、うん、あ、これは揚げ物用だなってこう交換したりとかね、仕分けしたりとかすることもあります。うん、そんな感じでやってますけれども、やっぱりちょっと倉庫は必要ですね。いますよねで、あのマテリアルライブラリーは床下にちょっと倉庫スペースがあることと、それからアパートの方に今ちょっとだけスペースがあって、そこの方にもまあ置いてはいますけど、数はない、あのストックはしてません。なるべくあの適量いただくようにそこだよ心がけてはいます。廃材に関しては特に、廃材は特にそうでしょうね、はい、はい、で選ばせていただいてます。あ、そうか。で、あと送ってきてくださる方もいるんですけど、うん、その方はもうあの活動の内容をすごくよくご存じだったり、ご自分も一緒にあの分類整理してくださった方たちだったりするので、うん、もうあの箱を開けるとそのままそっくりどっかにこう収められるぐらいに、うん、らちゃんとあの分類してるくださってる場合もあります。なるほどね、うん、ただある程度ごちゃごちゃしてあの分類しなきゃいけないのは一緒にあのワークショップでやってみたりとか、うん、そんな風なことをして、仕分けをしていったりとかするのも、まあ、あの楽しくていいんですけれども、うんうん、
マテリアルライブラリーのその仕分けを普段は誰がやられてるんですか？私もちょこちょこやってます。はい、やってます。楽しいので。スタッフの方もいらっしゃるんですか？スタッフっていうのはいないです。まあ、いない。はい。じゃあもう定期的に時間がある時とかに自分でこうちょこっとやったりとか、あと、研修で来られる方がいるので、その方たちと一緒に分類整理やりたいって皆さんおっしゃるので、それをちょっとやると、ああなるほどっていうことで、でそれをどう置くかみたいなことも考えるようなワークショップもやっているので、こんな風に置いたら糸が絡まなくていいねとか、ちゃんと使えるようにするにはどうディスプレイすればみんな使いやすくて戻しやすいか、戻すっていうのがすごいどこに戻すかっていうのが一番のポイントなんですよ、物をね整理するっていうのはだから誰かが持ってきました、使いました、残りました、でそれをまた戻しますっていう時に、この人じゃ使った人じゃないと戻せないような状況になると、もう面倒くさくなって片付かないわ。確かにそうだ。だけどあなたにありそうだなっていうふうに目星がつくような整理の仕方をしていれば、確かこの辺り仲間いるよね、あっこだっこだって入れられるんだけど、はいはい、それがやっぱりすごいポイント、戻し方ね、戻し方のデザイン大事なんだ、すっごくすっごく大事。なるほど、参考になる、それも、はいはい、だからきっとね、ロンドンなんかのチャリティーショップをテコ入れしたりとかしてるじゃないですか、はいはい、もう、ね、綺麗になった、ね、番組があったりとか、あれも色ごとにっていうのは、あれ美しさもあると思うんですけれども、あれスタッフの労力の、軽減もあると思います、きっと。確かにそうだわ。あなたに置いとけばそんなに動かさなくてもまた綺麗に整うじゃないですか。それでスタッフもボランティアだからかなり時間を細切れに切ってたりもするんですよね、でそうすると確かにちょっとここら辺に置いてあるものとか、お客さんがやっぱり買わないって言ったものとかが、前の担当者がお疲れ様でしたって言って新しい人が入った時に、これどこって、色ごとだったらね、返せるんだな。そうだから、まあ、いろんなことばっかりではないとは思うんだけれども、あ、これはあそこの、仲間よねって分かる、誰もが直感的に分かるような置き方をする、仕分けをするっていうのはすごい大事。すごい、それは大事だそれは自宅の収納とかもそうですよね、きっとね、それができるようになると強い。だからチャリティーショップとかこういうことの達人になっていくと、多分それこそこんまりさんみたいに収納のアドバイザーになれるかもしれないですね。そうです ね, ね、まあ、全部捨てろってわけにいかないけど、むしろ雑多なものを、どう戻しやすくしていくのかみたいなことに対してのアドバイスぐらい で,、ね、できるようになれそうだなと思いますね、戻すのが楽しくなるぐらい、なんかこうね、その場がデザインに戻すの楽しいなんて思ったことないですもん ね, ね確かにね、戻すのが楽しいか、きっとね、それってリサイクルセンター、クリーンセンターとかに物をガサッと持ってったりするじゃないですか、地域の、ゴミとか、ね、ああいうのもそういうふうにそのクリーンセンターのデザインがされていれば、収集してもらって持ってってもらうっていうのはありかもしれないけど、持っていくのが楽しくて、どん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 落としていくのが楽しくなったりするようなところがあるといいのになって思ったりします。確かに、面倒くさいじゃなくてね、楽しいっていう風に、そうで、落としたものでだんだん風景が出来上がっていったりとかすると素敵だし、なんかそういうクリーンセンターとかがあってもいいのになって。なるほど。だからそれの、まあ、チャリティーショップもそういう場所であるといいかもしれない、スタッフがみんなが一生懸命こうやんなくても、あ、ここの辺りに置いときますみたいな、なんか自主的にディスプレイができるぐらい。確かにね、そのスタッフの労力って他にもなんかやらなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですか。そうですね、寄付の人が来て、それこそだから自分でかけていって、でハンガーのタグの色かなんかでもう値段が決まっていて、
そう、できるんですよ。確かに。だって自分の愛着のあるものを持ってったりして、確かに。しばらくこう畳んで置かれてるよりも、うん、自分でこうやってかけて、あ、そうだ、ちょっと前ぐらいにこう見えるところに置いてみようかなとか、はい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 、するかもしれないし、これ可愛いでしょみたいな。オレンジ色だからここだけど、うんうん、オレンジの中でも一番手前に置いてあるの。ね。そんなようなこともひょっとしたらできるかもしれない。確かにそうだわ、うん、だからなんかできることはできる人が、うん、あのうこうなんていうの、労力かけすぎないで、うん、効果的にできる方法をデザインするっていうのもありなのかもしれない。いい、確かに。チャリティーショップだったらそれでいいですよね、うんうん、本当そうだわ、本当本当。へえ、だからちょっと寄付しに行くときも、うんうん、どっか出かけてポイって置くんではなくて、うん、さあちょっと並びに行くぞぐらいの時間的余裕と気持ちを持ってね、うん、来てもらえるといいですね。そうですね。あ、うん、なるほどね、うん、それはやってみよう。そのためには結構空間が必要かも。確かに確かに。ちょっと広いね、ちょっとガランとしてくるぐらい の、うん、あの割と本当にそうこうみたいな、はい、そういうところがあるといいですよね。でそうじゃないと、うん、こう寄せたらガチャッとかになって入らないとか、そうなったらね、うん、私一回あの、チャリティーショップというのは中古屋さんなんですけど、うん、あの、オランダでそういう倉庫っぽい感じのところに行ったことあるんですよ、うん、もう本当にただの倉庫ドーンと、うん、だけどもう平置きで物がバーッと置いてあったから、うん、とっても見やすかったんですよ。でありとあらゆるものが置いてあるんですけど、うん、あ、こういうなんかこう空間っていいなっていうふうに思いました。普通はなんか結構重ねてあったりとか、ね、うん、割と小ぶりな空間にぎっしりこう置いてあるチャリティーショップの方が多いですけども、うん、なんか割と大きな倉庫にこう空間の余裕を持ちながら置いてあったりとかすると見やすいかなみたいな。うん、だからエマウスの本部とか、はい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 、あと旧制軍のパリのやつなんかは割と広いんです、うん、広いんだ。ああそうですか、うん、だからそこは、うん、探しやすいし戻しやすいきっとね。そういうことか。広い土地いるな。じゃあ東京だと難しいかもしれないですね。ねえ、ね、南南の方に行くとか。あ、そっか。ねえ、うん、パリなんかでもね、どう、土地高いだろうに、うん、そうですね。でもエマウスの本部は郊外にありましたよ。そうか、うん、教会の敷地の中に、うん、やっぱ郊外にありますよね。うん、いやチャリティーショップのいろんなアイデアをいただきました。はい、わ、はい、かりました。ちょっとじゃあロイダス、はい、さらに精進いたします。楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。お願いします。